チャオ、日高よしみです。今回はですね、好きな人多いと思うんですけども、地中海一帯でですね、呼び名もちょっとずつ変わる料理、エスカベーチェ、エスカベッシュですね。お魚の、甘酢漬けっていうのは日本の方でも南蛮漬けみたいなのがあるかと思うんですけども、魚を揚げて、そしてお野菜と一緒に甘酢に漬けると、とっても作り置きもできますし、作りたてもまた美味しい料理です。ではそれをご紹介しようと思います。今日はですね、魚はカサゴっていう魚を使います。今日はうちのシェフの河合に魚をカサゴをおろしてもらおうかなと思います。では河合シェフ。はい、あ、カサゴってだよね。もう一回では河合シェフちょっと来てください。はい、チャオ、河合です。今日はカサゴをおろしていきたいと思います。鱗の引き方とか三枚のおろし方とかを説明しながらやりますので、よろしくお願いします。ではスタートしましょうか。カサゴを掃除していきます。まずヒレをハサミでカットしていきます。先におろす理由としては、鱗をおろしやすく引きやすくするために先に切ってしまいます。背びれは硬くてちょっとトゲトゲしているので、怪我しないように先に切ってしまいます。そしたら鱗を引いていきます。鱗引き で少し水を流しながら当てるような感じで鱗を引いていくと、あんまりこう飛び散らずにできると思います。あとは飛び散らないようにするためには、ビニール袋でビニール袋の中で鱗を引いたりとかすれば掃除も楽にできます。で、頭のところと顔のところが結構鱗が残りやすいので、包丁の先っぽでまた最後掃除しますので、とりあえずまず全体的な鱗を落としていきます。で、全体的に鱗が下ろせたら包丁に切り替えて、包丁の先のこういう先っぽでこのヒレの際を掃除していきます。どうしてもこの際のところは残りやすいので、包丁の先っぽとかでやってあげるとよくきれいに取れます。はい、次は内臓とエラを取っていくんですけど、包丁でもいいですし、調理バサミがあったら調理バサミでもできますので、今回はちょっと調理バサミで、まずお尻のとこからこうハサミを入れて、頭のところまで切れ込みを入れちゃいます。そして先にこのエラを取っていきます。で、エラはトゲトゲしてて手に刺さりやすいので、ちょっとここはゆっくり慎重にやってください。したらこの反対側ですね、反対側も同じようにハサミを入れて、でエラを外します。したら次は内臓になるんですけど、このエラをついている状態でちょっとエラを引っ張ると内臓が今度出てきますので、でこの浮き袋も取ってしまってください。そしてこの血合いの部分がしっかり取れないと臭みの原因だったり劣化の原因になるので、ここをよく取ってください。では歯ブラシで。このぐらい
このぐらいしっかり洗ってください。そしたら、まず頭を先に取っちゃいます。頭を先に下ろした方が、下ろしやすいので、頭を先に、でちょっと骨が硬いので包丁のこういう硬いところで落としてもらって、まず腹側から、下ろしていきます。で魚を下ろすときはちょっとゆっくり中骨に包丁の先を当てながらちょっと下ろしていくと下ろしやすいというか、まず最初に皮目を少し切って、で包丁をこう包丁の先を骨に当てながら、ちょっと包丁がこう動く骨に当たってる音をちょっと感じながら下ろしてもらうと綺麗に下ろせると思います。ちょっと腹骨のところがしっかり骨がついているので、ここはハサミで切ると切りやすいので、で反対側も同じように背から切って、またちょっと骨を感じながら下ろしていってください。で今度腹側に移って、まず最初に皮を押し切って骨を感じながら下ろしていってください。でここまで下ろしたら、また調理バサミで身を外してこの状態にしてください。そして腹の骨を取っていきますね。腹の骨はなるべく薄く削ぐような感じで、この骨に包丁を這わせるようなイメージでやると薄く取れると思います。じゃあもう同じようにこの上にこうちょっとこう包丁を沿わせるようなイメージでやってもらえればいいと思います。こんな感じで、はい、そこはですね、河合がおろしてくれました、食べやすい大きさに切り揃えていきます。使う魚、よく使う魚ってやっぱアジなんか多いでしょうね。カサゴも美味しいんですけども、カサゴって意外と東京なんかでも市場ではなかなか売ってないんですよね。釣りに行くと結構釣れる魚なんですけども、はい、こういう感じで切ります。じゃあ野菜をですね、うちのエースの浜田と田中が切ってます。彩りを揃えようと思うんであれば、こういう、彩りを使った野菜を揃えると、最低限玉ねぎがあれば、甘みがあればですね、美味しくなります。で切り方も、ある程度揃えた方がいいですね。今日は棒状に切ってます。ズッキーニもこの周りの緑のところですね、これをおろして切ってます。で中の白いところは、これは何かスープとか、ズッキーニって結構お味噌汁なんかにも合うんですよ。だからそういうものに使いましょう。この野菜を揃えていって、私が今から野菜の火入れと、マリネ液を作ります。じゃあズッキーニ、そしてパプリカ黄色赤、人参、セロリ、玉ねぎ、あとはニンニクを香り付けということで、これ芯があんまりないんで、これ半分に切って、ちょっと軽く潰しちゃいましょう。こういう感じでニンニクを潰したものをこれを入れます。それとちょっと甘みを足すために、通常レーズンを使いますけども、今日はドライのイチジクがありましたので、ちょっとイチジク食べやすい大きさにこんな感じで切っておきましょうかね。野菜の甘みとは違った果物の甘みを足すことによって、ちょっと味の奥行きが広がりますね。もちろん全部これ入れなくてもいいですよ。今日はたまたまこのドライのイチジクがあったということと、あとスーパーであんぽ柿、これ私好きなんでちょっとあんぽ柿買ってきました。干し柿ですね。これもちょっとだけ入れてみようかなと。今まで入れたことはないんですけど、エスカベッシュに。
このあんぽ柿はちょっと柔らかいですから、これは一番最後に入れることにしましょう。一口で食べる感じで、これは後で加えます。じゃあ、こちらで、マリネ液、そしてお野菜の方ですね、これをやっていこうと思います。野菜の方はオリーブオイルを少し入れます。でまずニンニクですね。ニンニクをちょっと入れて、みじん切りを入れて中に入れ込んじゃってもいいし、今日はちょっとオイルにニンニクの香りだけをつけて、でニンニクはちょっと出してしまおうと思うんですね。少し炒めたらニンニクは取り出します。じゃあニンニク炒めてる間にマリネ液の方に行きましょうか。まずこれが、白ワインビネガー、はい、じゃあ白ワイン、そしてグラニュー糖です。沸かしていきます。こちらの鍋のニンニクですね、火が入ってきていい香りがついてきました。ちょっと火を弱めてですね、ニンニクはちょっと取り出します。でニンニク取り出して、ここの中に玉ねぎ、セロリ、人参、まず炒めます。そしてあとパプリカ、ズッキーニは結構火が入りやすいので一番最後に加えましょうか。まあ、こんな感じですね。少し炒まったらもうここでズッキーニを入れます。でズッキーニを入れてしんなりとさせます。野菜の方に塩しときましょう。お塩を軽くしときます。はい、これです。これぐらいしんなりしたらここに松の実、レーズンとドライのイチジク。このあんぽ柿はもうちょっと柔らかいからここに入れずにお皿に添えますね。はい、野菜が炒まったのでここでマリネ液を加えます。はい、これで OK です。火を止めましょう。じゃあ代わりにカサゴを揚げてってもらいます。はい、まず塩をして粉をつけて油で揚げていきます。じゃあ塩をします、ね。まあ、全体的に行き渡るように塩をして、で、まあ、軽くちょっと合わせるような形にして、でこれを薄力粉の方にいきます。で軽くまぶすような形にして、でよく粉は払っちゃってください。手のひらでトン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 ってやると粉は落ちますので、まあ、このぐらいのイメージで、そしたらこれを油に入れていきます。で油の温度はだいたい170度から180度ぐらいを目安にしてもらえるといいと思います。まあ、今回カサゴなので一度揚げなんですけど、ちょっとしっかりめに揚げて軽く色がつくぐらいなイメージで揚げてもらえると、このマリネ液の吸い方がしっかりになりますので美味しく仕上がると思います。結構高温の油で揚げているので、まあ、カットも小さいのですぐ揚がると思いますので、もうこのぐらいの色がついてきたらもうほぼほぼ大丈夫です。そしたらじゃあカサゴを揚げます。でこのぐらいの色がついて表面がこうカリッと揚がっている状態がベストだと思います。はい、ありがとうございます。じゃあここに入れてもらえますかね。ちょっともっと魚あってもよかったねこれね。そうです、ちょっとなんか寂しがり、本当打ち合わせなしの、ね、目分量だったんで、まあ、そういうこともあります。はい、でこの熱々をですねここにかけます。で半日ぐらい置いたらいいんですよね。はい、でも半日置くのもいいし、揚げたてのあったかいスカベッチェを食べるのも OK ということです。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあこれをですね今日はうちのホールスタッフにまた食べてもらおうかと思います。じゃあ盛り付けます。まあ、盛り付けの、まあ、ポイントとしては、まあ、下に魚があって、上から野菜、そしてマリネ液、まあ、本当にそういう感じで、まあ、あとはまあ、本当にセンスですよね。じゃあこんな感じでちょっと小盛りで盛ります。もう少し行こうか。
カサゴ、カサゴを乗っけて、で野菜を上から乗せます。この酸味とですね、やっぱり甘みっていうのがやっぱり絶妙の組み合わせ、イタリア語ではアグロドルチェ、ちょっと苦味と、甘みっていう部分で表現をしたりしますけども、これがあることによって、この脂っこさっていうのを全然感じなくなりますね。それとやっぱり日持ちがするっていうのが大事ですね、甘酸っぱいのが。でここにマリネ液をさっとかけます。で甘みのアクセントでちょっとアクセント、味のアクセント、そしてちょっと緑があった方がいいと思うので緑を添えます。はい、これで出来上がりです。じゃあできたものを今日またうちのマネージャーと人気者のニーナに食べてもらおうと思います。私も食べます、この端っこで、はい。これ本来はね、半日なり1日漬けた方がいいんですよ。よくうちおせちで作るじゃない、だから作るからよく食べてると思うんですけども、ちょっと今日カラフルに、そしてあと甘みのあるドライフルーツも中に入ってます、はい。じゃああんまり使ってないけどちょっと食べてみて。はい、いただきます。うん、やっぱりまだ染み込んでないね、味はね。でもこれぐらいでも僕は結構好きです、うん。この軽く使ってる感じが、甘さと酸味があってすごく、このドライフルーツが入ってるからより甘みが強くてすごく美味しいです。結構酸味が苦手な方はこのぐらいでも食べやすいかなっていうのは思います、うんうん。酸味少し飛ばしたからね、沸かしてね、ただ全部飛ばしちゃうとやっぱり味的なバランスもおかしくないし、うん、まあこれぐらいの方がいいかな。ワクワクいっちゃう。止まんないです。うん、やっぱりこれワイン合うよね。ワイン飲みたくなりますね。ゆっくり飲みながら食べながらね。うん、まあこれあと冷めたぐらいでもちょうどいいです。うん、美味しく食べれると思います。はい、ついついつまんじゃいます。あったら休みの最中にこれつまんじゃいそう。じゃあありがとう、それもじゃあ持ってて向こうで食べたら、はい、お疲れ様でした。ということで、ちょっと時間的な関係でね、今日はもう出来たてのものを食べてしまったんですけども、本当は魚の種類によっては出来たてのものでも美味しくできるものがあると思います。そしてあとヨーロッパではこれ魚だけじゃなくてお肉をエスカベッチェにすることもあるみたいですね。そういうのは全部今も便利なものでネットを見るとずらーっとレシピが出てくるので、作ってみてください。使う野菜もそして使う具材も自分のお好きなように試してみるのがいいかと思います。で次回はですね、やっぱりこれリクエストがあったんですけども、どのように表現したらいいのか分かんなかったんで伸び伸び伸ばし伸ばしになってたんですけども、カルパッチョ、お魚のカルパッチョをご紹介しようかと思います。これもアドリブを聞かせていただければいいなという参考レシピをご紹介します。ではカルパッチョを楽しみにしてください。チャオ。